でですね、馬場内にありますエキサイティングビジョンの整備から始まりまして、旧2号スタンドの跡地の G フロントの建設、さらにはパドックビジョンの更新、そして昨年オープンした多目的スペースウマイルスクエアの整備という形の中で進めておられまして、今現在、今日後でまたお見せ、見てもらいますけれども、競馬の完成型レースのダイヤモンドターンというものもリニューアルして、この4月にオープンするということで、ここで一応競馬場リニューアル計画が完了するという形でございます。それで29年度のグランドオープンという形の年という形でございます。この新しいこの魅力というものをシンプルな言葉で表現するために、新たにですね、ニュートゥインクル、光と遊べと、ニュートゥインクル、光と遊べということを、29年度の、コミュニケーションワードという形にしてました。ニュートゥインクル、光と遊べと、グランドオープンを機にですね、新たな輝きを得た競馬場の魅力というものを、さらに皆さんに訴求しまして、トゥインクルですね、さらなるブランディングイメージというものの向上、多くの人に来てもらうという広告展開をしながら、TCK の魅力というものを十分に発信してまいりたいというふうに思ってございます。さて、その29年度の TCK のイメージキャラクターです、ございますけれども、29年度に関しましては、新しくローラさんとオリエンタルラジオさんにお願いすることといたしました。皆さんもご承知の通りだと思いますが、ローラさんはモデルとして活躍される一方、バラエティ番組等への質問されまして、多くのファンの方に愛されているタレントさんでございます。またオリエンタルラジオさんも、お笑いタレントとして多くのバラエティ番組に等に出演されておりますけれども、昨年は、紅白歌合戦ですかね、NHK も出演されたということで、マルチな才能を発揮されているというところでございます。この3人をですね、29年と新年の TCK の場をといたしまして、広く皆様にアピールしていきたいというふうに思ってございます。ここでローラさん、オリエンタルラジオさんよりですね、ビデオメッセージが届いておりますので、ご覧いただければと思います。皆さん、こんにちは、ローラです。オリエンタルラジオの藤森です。中田です。2017年度 TCK のイメージキャラクターを務めることになりました。よろしくお願いします。新しく生まれ変わったウマイルスクエアやダイヤモンドターンなど、TCK の新たな輝きを精一杯お伝えしたいと思っております。はい、皆さんに楽しんでいただけるように、ものすごい企画を用意しておりますよ。はい、今日はまだ内緒なんだけどね、発表を楽しみにしててね。2017年度の東京シティ競馬を皆さんどうぞよろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。少し明るいイメージでですね、グランドオープンの年にふさわしい形の顔になるというふうに思っているところでございます。広告活動に関しましては、この3人で、テレビ CM 等々というものを作ってですね、やっていきますけれども、新しいテレビ CM 等につきましてはまた後日発表させていただきたいというふうに思ってございます。そして1年間を通じたテーマソングというものもございまして、これも後日発表させていただく形になると思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次に具体的な28、29年度のですね、基本政策について話を進めてまいりたいと思います。